ということで今回はですね、つえクラン最強決定戦ということで、つえクランの中にはね、つえやつがまあ4人いります。まず、1人目、ペガサス選手、はい、公式大会でねオフラインでね唯一優勝したね、まあ、今はもう中学生ですけども、まあ、最強小学生ということでね、はい、一応日本一の肩書きがある、ペガサス選手、そして高木選手、最近ですね一気に急成長した高木くん、 PC 版に来てからねかなり毎日のようにねアホみたいに練習しております。そしてアホみたいとか言わないでくださいよ、ちゃん学校にも行って部活にも行ってますが、部活は今テーブル中です。 DS 君はもうクソエクランのね、メンバーの中では一番強いんじゃないかなって思われる選手なんですけども、今回ですねもしかしたらそれが変わるかもしれませんね。そしてラスト1人、ハイグレタマオ、これはもうね完全無敵の、うん、天下統一、天上天下無双、コールマンティーを筆頭に、にゃんこ大戦争、そしてパズドラ、モンストそしてフォートナイト、にゃんこ大戦争、そしてオーバーウォッチ、PUBG、荒野行動、その全てで世界を取りました。完全無敵天下無双の僕がですね、今回はですねまた1位を取っちゃおうかなっていう感じですね。今回もじゃあ2点選手、じゃあまずは全てのゲームの世界1位を取った、いや、タモさんは最後だろ、ちょっとお前最強は最後だろ。いや最強だけど、わかりきてんじゃん、だタモさんかと。じゃあまず第1回戦、俺とじゃあペガサス行きたいと思います。それでは行きます、第1回戦スタート。おタモさん早い早い早い、おやばい、なんだ早い、タモ選手ちょっぱい上を取っているのタモ選手、すぐにペガサス取り返した。いやペガサスどうだ、あ、ちょっとやばい、バウスがもう許容範囲やばいがよ。ダマウス、そんなに手詰めしちゃっていいのかなあ。やばい、おペガサスが上を取るか、やばい、上を取ったペガサス、おっと、ここで下に降りているが、しかし今上を取っているのはどちらの選手だ、ここでペガサス選手がいます。えぇーうわーうわーやっほー、後ろ行っちゃった、後ろ、イエーイ、ここで今ペガサス選手が1ポイント先生ということで、いきます、第2回転、はい、スタート、はい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 、あ、上取られちゃったな、ダメです、ダメ、ハビアション、いやー、危ない、死ぬでしょ、それは、イエーイ、それでは、します開幕です。早いな、うん、おはははははおはははははおはははは、これはまあ上げるよ、これはタモさんの戦略か、うん、戦略です。高木先生が1ポイントで、タモさんはまだ0ポイントですね、はい、スタート、向かうです、次は落ちないようにね、しっかりと、やばいやばい、エグ、タモさんのエイムに圧倒されている高木選手、高木選手ですね、エイムに圧倒されてんじゃねえよ、まだ上を取ってるのは高木選手、はい、横からおーとタモさん編集して出ていって、また編集を戻しリセットして戻っていく、まだ上を取っているのは高木選手ですね。これはここは高木選手エモートを取って煽っているぞ、タモさんおーとちょっとか待ってられる、タモさん AR を打っていくわ、すげー全員 TV の高井選手に、まあまあまあ残り HP1 ポイントでしたけど、オッケー、じゃあ今度はまともにやろうか、行きます、はい、 1v1 でリーチ、両方リーチですね、やばいやばいところ、というアピをしていた高井選手はどうなってるんでしょうか。ここで今、上を取っているのはやはり高井選手、ごめん、これでタモさんが上を取り返すが、高木のフェイントにタモさんおいで、おいで、タモさん上を取っている、タモさんおいで、これはまだタモさんが上を取っているのか、タモさん下に降りてきた、ガマラ上を取っているのはタモさん、おい来いよ上に、タモさんをタモさんより上を取っていったかな、高木選手、これは上を取ったのは高木選手ですね、今、おっとここで高木選手下に落ちてしまう、タモさん、おっとうまい研修、高木を囲んだ、タモさんこれは今大チャンスですよ、編集機能の大チャンス、このチャンスをものにしていきたいところ、あー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  TS 選手、よろしくお願いします、よろしくお願いします、クランで一番強いのは隊長なんだ
ニュースが煽っている。あうわあうあうあいデメちゃんデメちゃんデメちゃんおいでデメちゃんデメちゃんお前あぶねえ。おいおいおいあぶねえ。ごめん、たまさんに。まあ、1対0、私が1点先取ということで。Thank you。 まあ、こっからそろそろね、本気出していきますか。おーおー、うまい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 。いやーアフジャスセイキ。アフジャスセイキ。アフジャスセイキ。うん、セイキミューシー。セイキミューシー。セイキミューシー。ということで、ここで、たまさん。全然いいっすよ。おお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 おということだ。 DS に勝ったということはクソガクなん最強という。でもまだわからないよ、まだわからない。まあまあわかんないですね。はい、ということで高木 VS ペガサスやっていきたいと思います。そうですね。さあ、2点取った方が勝ちです。誰がクソガクラン最強の男になるのか、こっからもうガチです。カユの盾詰めはとても見栄えがいいですね。やばい、カノッターフォートナイト、やばい。なるほど、高木くんの縦詰めは綺麗なんですか。綺麗でございますね。ちょうどいいタイミングで階段にそのギリギリで着地するというか、それが綺麗ですね。なるほどね。これは練習の成果出てるんじゃないですか。そうですね。さあ、ペガサス君は一発ショットガン食らっています。はい、ここでおペガサス選手いい感じだが、ちょっと少し建築に詰まってしまった。お互い学校でまたも塞いで、しかしペガサスはまた反対方向から登ってくる。ここでしっかりと62ダメージ、62ダメージ。これは痛いんじゃないか。一旦ミニポテトから回復してますね。回復したいところ。おっと、横槍が来る。ペガサスはすぐさま気づきましたね。やはり張り替えとしてくるか、張り替えれない。ここでまたミニポを飲んで反対から登ろうとしていますね。さあ、張り替えを取ろうとしてるが、おっと、ここで高木がしかしショットガンを見せてしまった。上にあるのは敵の屋根、これでペガサスに上を取り返せてしまう。しかし床屋根を置いてペガサスの盾積みを崩壊していく。おお、そしてまた高木選手ハイグラを取りましたね。そうですね、なかなかハイグラを渡さない立ち回りということで。しかしペガサスも諦めない。そうです、ここで一度立ち回りしてしまった。限界コードが来てしまう。上は全部ペガサスの屋根なので、屋根でしっかりと。そうです、全部ペガサスのなんで、ペガサスが1個張り替えできちゃえばペガサスのものになっちゃうんで、ね、やっぱ欲張りですね。全部食べたいんですかね。おっと、ペガサス選手1個後ろの高木の床を自分のものにしていった。上には来させないように。おー、素晴らしい。おっと、ここで一気に飛び出してる高木選手。ここで高木選手が2発、ペガサスは2点出ました。ここで落下ダメージをちょっと感じました。ここで2人とも、ミニポーガムのか、ちょっとかも。おー、ガッチャーだ。高木選手が AR でご利用して、かなり GG でしたね、今回は。はい、ここで1点選手が高木選手。ここで、ペガサス選手の画面になりましたね、今回は。おペガサスも縦詰めは綺麗ですが、高木の方は個人的には綺麗だと思いますね、これは。はい、で、しかし、ここで上を取っているのはやはりペガサス選手。ペガサス選手、ハイグラを取っていく。ここで、自分の床で階段を噛み出した。おっと、56、馬のうまい。強くダメージ、ヒールスムーズにいっている。落ち着いて、しかし高木選手、また上を取られてしまった。高木は上を絶対に渡さない主義の人なので、かなり上を取り返すのは難しくなってくるでしょう。はい、ここで、おっと、第2上から打ちたいですよね、高木選手はもう。本当に腹が立つ。こう上手い感じで登っていくが、高木はミニポを飲もうとしてますね。これは上を取るチャンスだ。おっと、上を取った。しっかり24ダメージ、24ダメージ、敵は中ダメだ。白ダメだ。さあ、ここでミニポを飲んでますね、これは。高木選手、敵の床を張り替えることはできない。ギリギリのとこで張り替えましたね。床を AR で打って、はい、これも自分の屋根に編集していって、ここで AR で撃って、おーっと、ここで1対1ですね。さあ、この勝負どうなるかわからない。ちょっとこの一回にかけないとやばいな。さて、どちらが勝つのか、この一戦で決まります。 DS さん、これは、はい、この勝負どうなると思うんですか。いやー、やはり上を取るのは高木選手の方
うまいので、はい、まあ、どれだけスムーズにペガサスが上を取り返せるかが勝負の鍵になってくるんじゃないかなと思いますね。やっぱり上を取っていた方がかなりこのワンオンワンでは有利です。なるほど。ここでしっかりと、ここで80待っていくダメージですね。これ高木を誘ってますね。これおそらくですか、囲んで誘っている、降りてくるのを誘ってますね。1段ならまだ上取り返せるんですけど、2段以上になってくると相手が上手い場合取り返すのがかなり難しくなってくるんで、自分と同じ高さまで降りてくるのを誘おうとしていますね、ペガサス。なるほどですね。どうにかペガサスに上を渡さないようにしています。ここでペガサスケンチャーが来たら、これは悔しい。GG です、ペガサス選手。ペガサス選手、どんまいです。高木選手の勝ちです。この動画で、クソエクラメンバーそれぞれね、うまいってことが皆さんに多分、見てる側かなり伝わると思う。これで、最強決定戦。なるほど。高木 VS、TS2 点選手した方が勝ち。さあ、今、ハイグラを取ってるのは TS 選手。いやー、うまいですね。しかし、高木選手がしっかりと取り返していく。TS 選手も負けじと、積み上げますが、ここはしっかりと屋根を使って抑える高木。 TS 取り返そうとするが、またもや高木がしっかりとハイグラをキープ。いやー、当ててくるな。一発当てます。あ、ここで当てちゃいます。ここで限界コード、限界コード、あー、マジか。 HP16、 秒だ。さあ、やっていきたいと思います。やっぱり縦積みが早いですよ、高木さん。確かにジャンプする時が早い気がしますね。早いというか、いいタイミング、いいタイミング。またもやハイグラを取った高木選手。おっと、ここで一気に詰める。さあ、編集をして下に下がってショットガンを当てました。かなり、おっと、おー、それはうまい。お互いのプライドをかけた勝負。よし、さあ始まりました、第3回戦。いやー、どうしよっかな。これ上を渡さないですね。危ない、やばい。いつも下ネタを言っている高木くんとは違います。今回は勝ちです。戦う男は高木。テンミリちゃんとディズニーチケットを取った時の高木と何かが似てる。何か、これが戦う高木なのか。戦う高木は一人に違うぞ、これは。テンミリとディズニーチケット、いや、もうそれしかないじゃないか。のか、さあ、ふざけるときはふざける、戦うときは戦う、真剣に戦う、その表情見てみたい。さあ、ここでショットが一発入れられてしまう。しかし、ピース君しっかりと自分の範囲を、わあ、ここで、あー、ー高木くんの勝利です。おめでとうございます。悔しい。高木くんのチャンネルは概要欄の一番上に貼ってるので、ぜひね。そうぜ、高木くんがかなりね、高頻度で配信してるので、皆さんぜひ見に行ってあげてください。あと動画も、部屋紹介と、あと歌ってみたも出すそうなんで、ぜひね、皆さん見てあげてください。出します。はい、めちゃくちゃ強いし、高学歴だし、イケメンだし、顔出しもしてるんで、顔出しも。顔出ししてねえだろ、お前。